す。どうもかまです。ということですね、今回なんですけれども、この前ですね、28日から4月の28日に、JCS っていう大会が行われたんですよね。そこには、ボルトですね、私が所属している、ボルト Z1 も参加していました。今回はそれの決勝戦ですね。決勝戦は5セット、BO5。で、先に、3点取った方が勝ちですね。3点取った方が勝ち。今回はその2試合目、サーチ&デストロイのボルト VS ミスティックの試合を見ていこうかなと思っています。一応チーム紹介をしておくと、まずはボルト、私が所属している Z1 のチームです。で、全員スマートフォンですね。世界大会やアジア大会に向けて、まあ、いつもある、毎年ある世界大会に向けて、スマートフォンでやっています。そしてもう一つ、これがアマチュアのチームのミスティックというチームで、皆さんがご存知の夢さんだったり、あと元プロゲーマーの人たちが所属している、まあプロではないんですが、まあアマチュア最強と言われているアマチュアのチームです。さあ、裏。抜くよ、ここ。はい、はい、抜いたよと、裏。裏から開拓しちゃう。ミクさんが、はい、裏いない、裏いない。でも、ミスティックの方は、裏いる、スナイパーって言って警戒してるぞ。さあ、ゆめさんが見てるね、裏警戒。アンラッキー、なんか、繊細よな、エイムが。細かいエイムがね、うまいイメージがある。いけ、ショーティー。距離取って、あーちょ、うおぉ、でもこれで負けちゃうんか。マジか。アンラッキーが、最初に、抜いたのに。どういう状況になってたの？ちょ、全然見てなかったわ。ボム周り。決め打ち入れて、A 開けます。開幕グリあるからね。グリで飛ばされるのやっぱり怖いよな。でもこれ3番誰や？ゴッドさん。はい、裏警戒して、まあ、でもいっちゃん、上がってこないのかな。ちょっとスナイパー怖いね。アンラッキーも。やってやれ。で、米国が設置に入りますと。入ってるよね。ちょっとグレ怖いね。入っちゃってもう取らせる感じか。でも裏取れてないから今不利なのはボルトなんじゃないか。買ってカバー入れられないように逃げる。強気で上がっていくと。いいね。はい、21で上がっていく。そこもいいね。挟み込んで、さあ15、1人も削れてないボルト。ういー、スンっていう 0.01 秒のあそこが強いイメージがある。ホウウェイマの壁抜き。ちょっとユメさんのスナイパー見るか。でもなんかみんなさ、これタクティカルやんな。2つ持ってるやつ投げも。クリアリング入れて、クリアリングします。ここでちょっと耐えたいね。2人のヘイト買ってるから耐えろ。ナイスナイス。でかい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 。でもこれ4番気づいてるか。もうほっといていい。アサラほっといていい。いけ、そうそうそう。囲め込め、アサルほっとけ。いっちゃい、今のじゃ。そうそうそう、壁いく。で、アサルが後ろから、時すでに遅し、いいね。今の無視しちゃん、いいな。ミクさんと誰や？ミクさんといっちゃんやったかな。いいね。あ、でも負けたんか。一旦ポイントの中の戦い見よう。俺ちょっと裏結構好きやからだ。裏取りの亀って言われてるから、割と裏見がちになる。マジか。ファーストブラッド、人数より作れ、アンラッキー。でもこの SR がスモークがめんどくさいよな。もう入ってんのか米国。設置に入りますと。はい、グレポンポン投げて索敵して、投げて索敵。はい、 A 中いない。 A 中取っちゃって、ダム警戒してるよ。で、戦車にいるっていうのも分かってるでしょう。量産は。引いたか。引いてないな。もうでも解除いけるんちゃうかな、これ。いける。あれもいけるぞ、これ。いける。あれもいけるぞ、これ。いいことせや !3 立ちした。マジかよ。どっからやった、それ。ゴッドセイヤ今4立てしなかったか、今。一切今。何が起こった？てか、なんかみんな、あれやな、タクティクスやったっけこれ名前。みんなこれ持ってんのか。裏でも警戒しないんか。でもこれ、早めにビスタさん上がって、あ、でも裏見てるわ、全然。抜いちゃえ。
帝大駅、うん、バレたね。もうゴッドセイヤー顔出さないでしょよ。でもボム持ちは B の方行ってるよな。あどうするんやろ。3対4壁抜きの巻き、苦しいねミスティは。ふぅー、リサラ対決負けちゃったな。このスナイパー使いたいな、ゆめさんの。おお、さすがにね。勝って2-2。ゆめさんブラックスコープ、コシカの、コシカローグラップ、うーほー、頭一個出しに入られたな。これでもアンラッキー、やっぱスナイパー相手きついんか。やっぱでも iPad とスマホの戦いになったら結構スナゲーってところはあると思うな。スナイパーがいかに iPad に打ち勝つかってところやから。取られました。裏も取ってない。真ん前から詰めるしかない、人数不利で。もう壁抜き、あーきついねーこの街。さあラスト、奇跡を起こしてくれ。センター降りよう。ボタン数もないから近距離は変わんないと思う。近距離のプレイングはね。あー抜けない、やってやれ。よし、いいぞアンラッキー。4差いったれ。設置設置して取ったよ。センターから来てないよ、センターから来てないよ。前田決めればいい。で顔出さずに、抜かれたくないからな。夢さんまで生き残ってるよな。夢さんのスナイパー警戒したいね。いいぞいいぞいいぞ、やってる。はい取って、はいラスト夢さん、いいね。なんかもう強気に、結局もうスナイパー勝負せんっていう、結局もう夢さん孤立させて、なんていうんやろ、4-5でも全員突って中にスモークで無理やりね。頭一個しゃぶりでアンラッキーが、うおーあーおい、いやーもうさすがに頭一個しゃねー、待ってますよねミクさん。いいねいいねいいね、危なかったね今の。クリップに乗るとこやったぞ。え、これさ、ブラックスコープってやつもしかして、コシカの。コシカ固有スキル、ブラックスコープってやつか。これ、夢さ、なんやろ、とっつな系男子やな。めんどくさいよね、あんなっけ、それ。来てるよ、アサール。手前から、あ、来てるよ。くそ、庭に入らされたな。このハイドめんどくせえ。しかも、レーザータクティカルつけてないから、角待ちが割とめんどくさい。で、リロード音も聞かれない。裏取りしてんねん。これでもアンラッキー、アンラッキーじゃねえな。これ誰や、ビスタさんか。これでもスモーク切れたらアッサルさんと目と目が合う瞬間数でも、カバーにはいいね。裏取り誘ってる、やってやれ今のビスタさんいかなかったんでかいな。耐えて、そしてミクさんとリオさんが裏からチクチクチクと。B やね、これ。アッサールも分かってるでしょう。来たね、コシカ。あーやばい、まずいですよ。ちょっとめんどくさい展開だったぞ。量産それ、もう、軽か、いや、やばい、ケツ見えてるミキさん、それ。いや、これ、多分見えたね、今、アッサール。本通から。でも、これはいけるはず、さすがに。はい、バレてる。はい、銃声鳴らして。いいねいいね。もう設置なしでいいや。いけ !2-1! はい、丁寧ですね。丁寧ですね。え、でもコシカってさ、ブラックスコープ DL とかローカスよりしやすいやん。あれ。なんかさっきのフィッシュボーンさんも見てねえけど、上手い人ってジャンプ打ちでこれ合わせていくよな。横移動じゃなくてさ、ジャンプピークってやつ。SMG 対決いっちゃえ。で、リョウさんが残りますと。でも、ゴッドセイヤは釣られないと。いるの分かってるよと。でもこれトロビー多いだからもう分かってるような、聞こえてるような、トロビーの音で。残ってんね。心の中では今打ち合ってるわ、このサリ。うわ、あそこエッチーな夢さん。
いや腰打ちの精度良くなるよ。腰か、あのブラックスコープってさ、腰打ちと ADS の間のことやんか。 ADS から腰打ちの間に入ってることを確かブラックスコープっていう。それがコシコはね、精度が良かったはず。うわちょっと怖いな、ゆめさんの近距離でも。近距離でも油断できねえ。普通に当ててくる。だから近距離戦は確かコシカの方が強かったはず。はい、クリアリングと。あーやっ、うーわタイミングやな、それ。まあでも一応11やから。でもやっぱサーチ苦手とかあるんかな、ボルトの人たち。皮膚系 SR 見せてやれ、3盾いけ。ちょっとゆめさんのスナイパーが光ってんな。はい、スナイパー来るし、スモーク邪魔邪魔と。で、A 入っちゃって、変わらせ！いけ！うわー、くそ。でもこれ、いやー、でもボルトどうなんやろ？センターから来てる、分かってるか。はい、抜く！ちゃんとお仕事して、センターからまだいいよ。裏取っちゃって、もうやってるから。早くアスアルとかは来ないといけないはず。裏から来てる人たちは。ナイス。裏から来てるアンラッキー。気づけ気づけ。もう、そうそう、裏やろ、裏やろ。前からは来ない。じゃあ裏かな、裏かな、アンラッキー裏来てるよ。くそ、うわ、焦った。いや、でもこれで、エッチャンがカバーいけ。くそ、でも焦らんか。でもこれで裏から来てるって分かるはず、エッチャンは。いや、でもそのまま、うわ、すれ違い通信してな、これ。いけいけ、早く。あー、マジか。でも、いけるいけるいける。A 中取ってるから、よし。はい、足音聞いて、はい、もう中まで取っちゃいます、ミスティック。で、裏ラッシュ、クララッシュ、有馬に気づけ。上おるよ、怖い、壁抜きやったで。手前におるよ、手前に。ナイス、いいね、アンラッキー。抜いちゃって、引いて、はい、裏、裏にプレッシャー与えてます。じゃあ裏見ます。じゃあどうするよ。結構いい感じに散らばっとんな、ミスティック。結構めんどくさいっすよ、角待ち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 みたいな。気付けるか、米国にミクさんおるよ。それさあクリアリングして、こういう時にレーザーアタックティから上がったらこんなプレイできない。見えた、よし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 、4-2-4-2。でも、ゆめさんがおる。ゆめさんはね、輝くよ、これ、ブラックスコープ。怖いよ、怖いよ、ゆめさんのスナイパー。うぅ！いや、でも、これでも気づいたはず。いやー、マジかー、ミクさん！今、多分、どっから撃たれたかわからんかったんやろな。くそー。2-2。ゆめさんの声。いやー、ナイス、ナイス、いいね。気づいてなかったな。で、あっさる。で、結構強気に顔出してもいいと思う。相手2人 SMG やから。まあ、こっから言っても分かんないねんけど。え、キロ持ってたよね、確か。やばいぞ、それ。2-1。そうそうそう。で、もう勝ち、勝ち、勝ち、勝ち。よーし、よし、よし、よし。結構ね、ゆめさんにね、ゆめさんが結構めんどくさい、ゆめさんにめんどくさいプレイされてるから。うーわ、どんまーい、それ。どんめー。で、アンラッキー死んじゃって、これはスモーク使いながら近づいていくしかなくなったと。だってこっちまで夢さん残ってるからな。くそ、これ取られたら負けやぞ。あーでもミクさんが拾ってさ、夢さんのスナイパー刺さるからな。待ってんね。きついね、ボルト。きついですね。もう待っとけばいいからね。ミスティックはそのポジ、エロいけど。そっからそう、2回見えるの。うわ、マジか。マジか。もう一回。見とけ、見とけ。辛抱強く。あーでももうカード出さないか。このスナイパーで開拓していくしかないよな、ボルト。でもこの夢さん。まあ強気には来ないか。でもこれミクさんが強気に行かないともう動けないから、他の3人は。だって相手あのこっちミクさん以外全員 SMG でしょ。近づいていけないし。その2回のあるから川田さんやのデスモーク使って、そこでスナイパーありよるの、ありよるのありですね、ありですね。さあこれがスナイパーのお仕事、スナイパーのお仕事してるよ。あと30秒、中にいるよ。どまい、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 どまい。でもカバーしたよね、カバーしたよね。もう一人おるよ。くそ、変わらせ、変わらせ、変わらせ。うわーうわーうわー、まだある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 。くそ、あれあれあれ。211、丁寧に逃げ。211、21、そうそう、カバー、カバー、カバー。よーし、よし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 。で、
ポルト入ります。さあ真正面からの戦い、66グレー置いてるから、もう待て、アンラッキーやってやる。アンラッキーでも裏見てんのか。うお怖い、壁抜き。いやでも壁抜きあるからエッチアンとか怖いな。エッチアンさんそれキロで壁抜きされたら一気にバレるような気するんだけどそれ気持ち悪い。いやー怖いよそれビスタさん。よし今回勝った、いけるいけるいける、今いって、ナイス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 。でもあす、さすがにきついやろ。よし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 、怖い怖い怖い、まだ怖いまだ怖いまだ怖い、まだ油断できない。もしかしたらパンパンがあるかもしれんからな、パンパンパンが。アスアルさん逃げちゃい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 、あいちゃうこれ応援してた、こっちや。いいよ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 、スナイパー来い、夢さんのスナイパー来いよ。それミクさんちょっと、もうちょっと夢さん生きてるからまだ、あんまり食って食って、そうショルダリング、ショルっていけショルっていけ、スナイパーおるぞ。はい、いいですね。さあ夢さんやるか、うえー、はい、いない、あ、いないね。じゃあもう自立の方行っちゃってるんかな。さあ、ボム拾っちゃって。拾ったら壁抜き？あーでも今の銃声でバレたよね、完全に。さあ、クリアリングして。クリアリングで語る夢。先頭から来てないか。さあ、ボム拾って。じゃあ、来るでしょ、いけ、うぃー。よし。ええなー、ちょっと最初ヒヤッとしたけど、4-0 ぐらい行かれたっけな、確か。なんとかそっから立て直してきたと。